おはようございます。4月30日日曜日午前8時20分です。長野県小見市コーン EX キャンプ場に来ていて、嵐の夜が明けまして晴れてます。これが杉浦の昨日のサイトで明るい時間を初めて見ましたが、こっちが100均の200円のやつで、こっちが金曜日に注文してその日に来たスノーブームタープで、でこれが一応登山用のが使えると思うんですけど、スノーブームのテントです。なんか配備がですね、うわすごいね、なんか昨日の夜の風で灰が飛びまくったみたいでですね、燃え終わった灰が飛びまくったみたいでですね、ちょっとこう片付けして帰らなければいけません。ちょっとなんかロビーの袋でロープ適当に使ったんですけど、ロープは全然緩んでるとこありますけれど、なんか謎のこんなものしてますけど、こっちじゃないな、飛ばずになんとかなっています。拭いてきれいにしてから使いたいと思いますが、うわすごい、オフロードバイクがまさになんかもうちょうど使いたいな感じでですね、もうそれほどがどうして使えると思ってなかったですけど、なんかこう下まで降りていったんですけど、ぐじょぐじょでして、はい、でした。洗うのは大変でございます。はい、いつも朝食はある程度片付けてからやってます。で今日もちょっと片付けてからやろうかと思います。そうだ、ここ電源サイトにアップグレードしてくれました昨日なんで、ちょっと電源をちょっと入れてスマホの電源を補充しようと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。どうも良い一日を、良いゴールデンウィークをお過ごしください。